警戒レベルを知りましょう天気予報で台風や大雨のとき危険が迫ったことを知らせる 警戒レベルです。この図がその警戒レベルですテレビの台風情報や大雨のお知らせなどでよく見る図ですまず自分の家がどこにあるのかをしっかりと知っておきましょう警戒レベル1災害情報 よく確認しましょう。避難の心構えをしましょう。警戒レベルはこの赤いマークのところ、白色です。警戒レベル2、避難場所や行き方を確認しましょう。ハザードマップをよく見ましょう。警戒レベル2は黄色のところです。 警戒レベル3高齢者など避難に不安がある人は避難しましょうもし自分で危ないと感じたら避難しましょう警戒レベル3は赤い色です警戒レベル4は紫色です日本人の友達や 日本語の分かる友人と連絡を取るのもとても大切です。